さんからのご挨拶をいただきたいと思います。到着順にもし、共産党の小池さん、すいません、順番違ったようなんですが、言ってしまいましたので、共産党の小池さんからお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。19日の総がかり行動に雨の中お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党書記局長の小池晃です。安倍首相がアメリカに行きました。まだ大統領にもなってないトランプさんに会ってきた。全く中身が明らかになってません。 TPP のこと話したのか、パリ協定のこと話したのか、ゴルフの話してきたのか、何にもわからない。大統領にも決まってないのに真っ先に駆けつける、まるで朝貢外交、参勤交代みたいじゃないですか。アメリカの属国じゃないんです。皆さん、安倍政権は11月15日、南スーダン PKO に派遣される自衛隊に新たな任務を付与した。断固糾弾をしようではありませんか。南スーダンは内戦状態です。共同通信の報道では地元紙の記者が南スーダンは戦時下だと言ったと報道されています。4000人の地域防護部隊が派遣されて先制攻撃までしようという時に、日本の自衛隊が駆けつけ警護をするなんてとんでもない話ではないでしょうか。とんでもない。殺し殺される最初の部隊が南スーダンになろうとしております。そもそも停戦合意など存在しないんですから、 PKO に派遣すること自体の条件がなくなってるんじゃないでしょうか。直ちに自衛隊は撤退をすべきだと申し上げたいと思います。皆さん、こんな事態を生み出した戦争法、安保法制は廃止するしかありません。この憲法を踏みにじる安倍政権のやり方、立憲主義の破壊というのは、これは政治のあらゆる分野に権力の歯止めなき暴走という形で現れている。放送法で気に食わない放送は電波を停止する、教育現場への権力的介入、そして特定秘密保護法による国民の目耳口塞ぐようなやり方、こういう暴走を許さないという一点で野党は固く団結をしております。この間、職局長幹事長会談でも、来るべき総選挙においてできる限りの協力を行っていくための協議を加速する、このことを確認しております。どうか皆さん、野党が国会で力を合わせて戦い、そして来るべき総選挙で力を合わせて安倍自公政権と補完勢力を少数に追い込んでいく結果を出すために、市民の皆さんの後押しがどうしても必要です。どうか皆さん、野党は共闘、安倍を倒せ、この声をさらに大きく広げてくださいますよう、最後に心からお願いを申し上げまして、日本共産党を代表してのご挨拶とさせていただきます。憲法の改悪を許さない、憲法9条を守る、戦争する国にしない声をご一緒に上げていこうではございませんか。ありがとうございました。ありがとうございます。